鹿壁町中心部周辺の空中写真。1976年撮影の5枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。鹿壁町は北海道都東総合振興局中部にある町、茅部郡に属する。町名の由来はアイヌ語のシケルペから。一時期野生の鷹の多さから。 高町と呼ばれ、高が幕府への献上品とされた時期もあった。大島管内中部、大島半島北東部に位置する。駒ヶ岳の南東部に位置し、しばしば噴火による荒廃を受ける。沿岸部を国道278号が通る。漁業が盛んで、町内に大小三つの漁港を持つ。海産物としては、通年出たコ、カレー、ホッケが水揚げされるほか、桜マス、昆布、 生コなどの量も盛んで、特に冬場は主産業となっている、タラコの原料スケソウダラ漁とホタテの水揚げが浜を賑わす。また、中心となる鹿壁側には放流した鮭が遡上する。温泉も多く、道内でも珍しい間欠泉を利用した間欠泉公園には足湯の施設もあり、町内の旅館のほとんどが温泉旅館である。さらに、修霊駒ヶ岳を望む。 シカベカントリークラブと大沼国際カントリークラブの両ゴルフコースは大変人気もあり、道南県一円より利用がある。ありがとうございます。